皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジジュエリーブランドの向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。今日はですね、学びの最大化は、受け取る側のリテラシーも重要であるというテーマでお話をしようと思っております。というのもですね、前回の配信で、ハンドメイドコンサルって一体何なんでしょうかというような内容でお話をさせていただきまして、早速ね、聞いてくださった方から、メッセージなどなどをいただいておりまして、あ、そうだな、ここも、言っておいた方がいいかなというふうに感じたのが、この受け取る側ですね。つまり、ハンドメイドコンサルで言えば、そこにお金を払って情報を得ようとしている側の、スタンスリテラシーもとても重要だよというようなことだったので、そんな話をしたいなというふうに思っております。で、前回の配信は私がハンドメイドコンサルというものをちょっとリサーチをしてみる中で、いろいろとこう湧いてきた疑問というか違和感みたいなものをそのままシェアをさせていただいたんですけれども、そこにメッセージをくださった方の中で、お一人、以前からね、よくご連絡をくださったりする方なんですが、ハンドメイドを の作家さんを支援する活動っていうのをされている方がいらっしゃいまして、もちろんその方のコンサルティングという言葉は使っていないんですけれども、そういった立場の方から、感じる部分として、やはり発信側の問題や質だとかっていうことだけじゃなくて、その情報を買う側っていうのにも問題があることが結構あるんじゃないかと、ね、そういうような意見をいただいたので、そのね、メールをちょっとご紹介をしながら少し話を膨らませていきたいなと思っています。で、メールはね、本当に E メールですごく長い文章で詳しく、いろいろと教えてくださって、主に3つぐらい項目があった中の、長くなってしまうのでね、抜粋して1つをご紹介したいと思います。では読みますね。情報を鵜呑みにする受動的な作り手様が非常に多いのも問題だと私は思っています。帳簿管理、作家活動のプロセス、考慮すべき法律などなど、正直なところそれくらいの内容は本を買ったりネットで検索したり調査すれば簡単に自力で手に入れられるはずなんです。考えない、立ち止まらない、予想しない、調査しない、そのための体力や時間すら惜しむ方が本当に多いです。権利ばかり固執して果たすべき責任にあまりにも無知、あまりにも他力本願で無責任、視野が狭い。すべての方がそういうか、そうではありませんが、棚ぼた狙いが透けて見える方が多いのも確かに事実です。というようなね、内容の話をね、聞かせてくださいました。これもちろん前後に他のお話もあって、他の文脈もあるんですけれども、私がこれを、見て驚いたのがですね、この他力本願っていうキーワードなんですけれども、実はですね、まさに私もその前回の配信を撮っていた時に、この他力本願というキーワードをですね、使っていたんですよ。ただ、なんか、ここまで言うとちょっとなんか、厳しすぎるかなというか、きついかなと、後々自分で聞いて思いまして、17分ぐらいね、長い配信になってしまっていたので、その話をしている1分ぐらいをカットして放送したんですね。で、まさにそのカットした部分っていうのが、今回この方がメッセージをくださった内容だったんです。つまりですね、その、何かこう、情報を得て、でもそれを自分自身でトライアンドエラーを繰り返して試してっていうね、こう試して改善、試して改善っていう、こういわゆる PDCA というものを回せなければ、お金を払って情報を得ても全く意味がないんですよ。で、以前どこかの配信でね、ノウハウ本みたいなものっていうのは、人をバカにしているというふうに言ってた人がいたよっていうことをお話ししたことがあったんですけれども、こう、あたかも正解なような情報を与えるっていうのはですね、それをあくまでヒントやエッセンスとしてだけ捉えて自分の中に取り込んでいける人はいいんですけれども、結構それで、こう、人の思考を停止させてしまってるところがあるんですよね。そのコピーライティングの手法として、この心理学的なというかね、人間心理をこううまく使ったこうタイトルの付け方ってあるじゃないですか。例えば何々参戦とか何々ベスト3とか、この成功の方程式とか失敗絶対失敗しないとか、
そういうのって本当に人を引きつけるフックなだけであって、実際そうであることってほぼほぼないわけですね。でもその自分で考えられない人っていうのは、それをどうしても信じて傾倒してしまうタイプの人が世の中に一定数いるわけです。だからこういう情報発信や本のビジネスっていうのが成り立ってるわけなんですけど、ただその自分で自分の意思がしっかりあって、でヒント程度に得ようっていう感じで、この部分はショートカットして情報を得ればいいかなと、自分で検索したりなんなりっていう時間が惜しいなという人は別にお金を払って利用するのはいいと思うんです。でも、先ほども言ったように他力本願にそもそもなっちゃってる人っていうのはですね、自分で考えられないので伸びしろがねそもそもないんですよね。そこの意識から変えていけないと、その後、この売れるようになったり人気が出たり、つまり成功していく、続けていくっていうのはね難しいというふうに思います。で、よく高額な情報商材っていうのがありますよね。なんかメールマガジンとかで最初に集客をしてリストを作って、でさらにその中でもふるいにかけられた、わずかな人たちっていうのが何十万というようなね、ネットビジネスの方法だとか物販の方法だとか、そういう商材を買わされてしまうっていうのは、これは情報強者が情報弱者に、情報という商品を売るっていう構図なわけですね。で、人から言われたこととか教えられたことっていうのを鵜呑みにしてしまうタイプの人っていうのは、こういうその商売の良いカモになるわけです。今ね、すごくこの統一教会の話とか、毎日、連日メディアに出てきますけれども、そこでもよく言われるのが、統一教会の中の人って本当にいい人たちばっかりだという話で、要はそういう人たちがターゲットになるわけです。でオウム真理教の時も幹部層っていうのはほぼ高学歴ですね。東大だとか早稲田だとか。で、そういう人たちっていうのはやっぱり正解があるものに対して頑張れる人たち。でもちょっと心に闇を抱えてるから宗教になってしまうんですけど、そこと対して変わりはないわけです。これって、このね、ジャンルというか全くこう違いますけど、ハンドメイドコンサルっていうものを売ってるものに対してお金を払うっていうのも近しいところがあってですね。なのでお金を払ってそういった情報を買う側のリテラシーっていうのはまさに共通するところなんですよね。で、よくハンドメイド作家としてやってる人の中で9割は売れないって話聞いたことありますかね。よく言われてると思うんですけど、この 90% という数字もですね、実際は趣味でやってて売りたいなとか、人生かけてというかね、作家活動を生業にして一生生きていきたいみたいな、このフルコミットじゃない人も大多数含まれるわけです。普段は普通にお仕事集合でされていて、副業としてやってるとかってすごい多いわけじゃないですか。で、ハンドメイドだけではなくて、こう、ベンチャー企業とかもね、ベンチャーで立ち上げて、残るのは、1割以下だというふうに言われてます。10年とか経った時に。だそれもやっぱり同じことで、結局駆け出しでこう挑戦していく人はたくさんいるけれども、それでそのうまくやっていけるっていう人は1割にも満たないと。で、そもそもその1割になろうとしてやってるのか、そうではないのかっていうところも含めて、やっぱりこのくらいのそのなんていうのかな、100いたら9は消えてなくなる、9はうまくいかないっていうのはね、世の中の必然の数字なのかなというふうにも、思ったりはしました。で、もう一つ補足すると、私がハンドメイドコンサルという言葉に対してなぜ違和感を感じていたのかというと、おそらくこのコンサルティング、コンサルタントっていう言葉を使っていることだというふうに思うんですね。で、それはなぜかというと、多分自分の中でコンサルっていう言葉が示しているもののイメージとあまりにもかけ離れているからだと思うんですけど、コンサルタントってどういう仕事かというと、クライアントの課題解決をしてあげる人のことですよね。で、もっと言ったら、クライアントは課題を見つけられていないことが多いので、一緒に課題を見つけて、じゃあそれに対してどうしたらいいかということを一緒に、ハンドリングしてあげるっていう人がコンサルタントです。だから課題を解決してあげるっていうことで対価をしっかり提供できなければコンサルではないと思うんですね。で、そのためにコンサルする側っていうのはものすごくリサーチをしていますし、コンサルタントの人たちね、もうやっぱり能力がすごく高いですし、会社としても能力が高いですし、もちろん人脈が張り巡らされていて、持っているデータも基本的にレベルが高いわけです。
で、私の身の回りには大手のコンサルティングファームね、外資系のコンサルの会社に、いた人、いる人もいれば、個人でコンサルタントを名乗ってやってる人もいるんですけど、どちらにしても、その規模感、クライアントの規模感とかも含めて、でもやっぱりみんなその道のプロであって、知識ノウハウが、他の人よりもかなり長けていて、良い意味でプライドがあって、だからこそいい仕事ができているわけですね。でも一方で、ではただ、コンテンツ販売をするだけっていうのは、じゃあそもそもコンサルじゃないですよね。だって、対面で、ズームをやって悩みを聞いてっていうのはもちろんあると思うんですけど、それだったとしてもそこまでのことができているのかなというのは疑問ですし、それが単純にその事業を、簡易化して、要はその自分が収益を得たいだけのためにやっていて、例えばそのこういうのやってくださいねって URL ボンって投げて宿題とかさせてみたいなことは、そもそもコンサルとは言えない。なので、そういったところで非常にそのなんか違和感をね感じるんだなというふうに思いました。で、以前本当に2年前とか3年前とかですかね、その外資のコンサルファームにいたことを、なんか最近ハンドメイドコンサルってすごい流行ってるんだけど、あなたコンサルタントとしてどう思うみたいな話を聞いたら、全くものは違いますよっていう話をしてて、その通りなんですよね。ただ今のその有料の情報商材っていうのは、結構その先ほど言った情報強者情報弱者っていうようなところではなくて、もうちょっとなんか応援経済が働いている感じがするんですよね。だからその本当に個人の、言ったら素人みたいな人も、例えば、そうですね、このスタンド FM もそうだし、ノートとかもそうだし、何かしら自分が発信する情報に対して価値をつけて値段をつけている。で、それっていうのは、その人に対してお金を払ってあげるっていうのが、その人に対する応援っていう感覚の人も結構いて、で、その自分がお金を払うことによって、その人が、より、例えばリサーチをしてくれるだとか、より分析をしてくれれば、自分たちにも何か返ってくるものがあるだろうと。そういう、情報を発信する側と買う側っていうのがフラットというかね、対等な立場でシェアしてるなっていう感覚のものを増えてきてるなというふうに思うんですね。なので、どちらかというと、こういう方が私は、健全だし未来があっていいななんていうふうには、思っていたりします。で、それとプラスですね、情報商材というのが、オンラインで何かコンサルしますみたいなものだけじゃなくて、書籍もねちょっと調べてみたりしたんですよ。で、そしたらなんか面白いことが分かってですね、ハンドメイドというキーワードと、それから、教科書というキーワードを使ったタイトルの本っていうのがね、4種類出てきたんですよね。で、その4種類のうち1冊がミンネの公式本というふうにされている和田真央さんという方が書かれた、ものなんですけれども、和田さんは、以前 IJT のセミナーに登壇をされていて、で、私がその IJT のレビューをしたところですね、こちらの番組を聞いてくださっていたということでレターをくださったんですね。で、私はそこで初めて、ちゃんと和田さんの YouTube を見たりとか、そういう本を書かれているんだなっていうことを知ったんですけれども、そのね、和田さんの書かれた本っていうのはね、すっごい売れてるんですよね。それはなぜかというと、Amazon とかだとまだあんまりわからないんですけど、メルカリで調べてみると、このハンドメイドと教科書というキーワードを2つを使っている本が4種類出てくって、和田さんの本に関してはですね、オールソールドアウトなんです。で、出品数の数も240冊ぐらいあって、で、全部売り切れてるんです。で、逆に他の3冊、ほぼ2冊なんですけど、はかなり売れ残ってるんです。これはどういうことかというと、もちろんミンネの公式本であるということで、ミンネで販売をする方にとっては、本当にレクチャー本みたいになるんだと思うんですけれども、とはいえ240冊全部、セカンドハンドでも売れてるということはですね、それだけこの本にリセールバリューがあって、内容がしっかり伴っているという、そのエビデンスみたいなものだと思うので、で、私も気になってね、昨日書店でちょっと見てみたんですけど、正直ね、
これ一冊でいいんじゃないかなっていうふうに私は思いました。初めて始める方、初心者の方であれば、もちろんブランドが成長していけば必要な情報っていうのは変わってくるんですけれども、ミンネで売るわけではなくても、本当に基礎中の基礎っていうのはすごくわかりやすく端的にポイントをついて書かれていましたので、なんか下手にコンサルしてもらうとか、なんかそういうこうことをするよりはね、これ一冊買うだけで大抵のことはカバーできる、網羅できるんじゃないかなというふうに思います。なので和田さんのミンネ公式本、ハンドメイド作家のための教科書というミンネが教える売れる基本帳という本ね、貼っておくので、概要欄に気になる方は見ていただいたり、和田さんの YouTube なども参考にしていただければ、いいんじゃないかなというふうに思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。